躍動感あふれる馬の絵、飛騨地方で古くから親しまれている神絵馬です。岐阜県高山市の夏の風物詩、松倉絵馬市を前に、江戸時代から制作を続ける池本屋では今、家族総出で作業に大忙し。幸せが家の中に駆け込むようにと玄関に飾り、家内安全や商売繁盛などを祈願する縁起物で、コロナによるおうち時間用に自分で色付けができる紙絵馬も販売されます。